山本周五郎作、郷土。長男の金之助と二人で、上右衛門が古文書の室を整理していると、妻の竜が一通の手紙を持って慌ただしく入ってきた。旦那様、半藤寺からお使いでございます。半藤寺からなんだ。肝臓が母上様のお手紙を持って参りました。 ああ、そうか。ジョエモンはうなずいて、昨日差し上げた手紙へのお返事だ。後で拝見しよう。でも母上様は、おっつけここへお帰りなさるというおことづてでございますが、お帰りなさるってそんなはずはないがと呟きながら、ジョエモンはすぐに手紙を取って開いてみた。それには、 いつもの老母の見事な筆跡で、まずこちらの安否を問い、続けて、こちらでは、種の産後の日立ちも良いし、気候もすっかり秋だって、三居の朝夕は寒いほどでさえある。もう里へ降りても暑いことはないだろうし、久しく留守にして、孫たちの顔も見たい。肝臓にこの手紙を持たせてやるが、 我が身もすぐにこちらを立つ。馬で行くから日暮れ前には着くであろう。そういう意味のことが穏やかな屈託のない調子で書いてあった。どうおっしゃってでございますか読んでごらん。昨日差し上げた手紙をご覧なさらなかったと見える。上右衛門は手紙を妻に渡した。 慶応四年、明治元年、藍津藩主松平方森は、将軍義信と共に伏見の戦に敗れて江戸へ逃れ、さらに藍津へ帰ると、訓足の艦を除くと称して、大宇諸藩の連盟を結び、なお、林能寺の宮に頼って、中将を訴えた。けれども朝廷では、これを正当することに決まり、 九条道高を総督として、越後口、欧州口へ、大軍を持って、た押しに攻め下ってきた。秋田藩主、佐竹義高も、欧州連盟に加わっていたが、政党沈部士の説得に服して連盟を脱し、その旨を通告して政党軍に加わった。連盟諸藩の怒ったのは言うまでもない。佐竹内部氏、 庄内藩酒井忠宏が、直ちに秋田へ攻め入り、随所に佐竹軍を破って、すでに、久保田城へと迫っていた。桑首は、久保田城の南十里ほどにある豪村であったが、戦の激化するとともに、庄内藩の兵が、いつ侵入してくるかわからぬ情勢になったので、壮年の男を除く、老養婦女を避難させることに決め、 どの家でも、しきりにその準備を急いでいるところだった。本当にこれでは、お手紙をご覧なさらなかったようでございますね。竜は、姑の手紙を巻き収めながら、気づかわしげに夫を見上げた。すぐ誰かをやって、半藤寺へお戻りくださるように申し上げなければなりませんですね。そうだな。 では、七郎寺でもやるか。そういたしましょう。私から申し付けます。竜はすぐに立っていった。戸部上右衛門は、桑首の庄屋だったが、それよりも古い家柄の豪士として、近在に知られていた。家族は、妻と十二歳になる金之助、七歳の千吉、十三歳の長女美よ それに老母の六人で、他に下僕や作男たちが八人いる。老母清江は五十日ほど前から半道寺という六里ほど離れた山村へ行っていた。三番目の娘の種が出産をするので、その世話もあり方々、暑さを避けるためもあったのだ。それで上江門は、 こちらの事情を詳しく知らせた上、なおしばらく半同寺に留まっておいでなさるよ、という手紙を書いて、人に託して送った。すると今になって老母から、こちらへ帰ると言ってきたのである。あの手紙が届かぬはずはないのだが。不審に思いながら、上右衛門はそのまま古文書の整理を続けていた。 彼は、妻や子供たちを避難させた上は、祖先伝来の強度を守るために、居残った男たちを指揮して、障害軍と戦う覚悟である。数日前から、村の東南口に柵を言い、堀を掘った。火災の始末も、今整理している古文書のうち、持たせて逃がす分を分けてしまえば、それで済むのだ。 おべ家が豪肢であることの証拠を、初めて世間に示す時が来たのだ。死ゆになったジョーエモンは、そう思うだけで、身内に不思議な立感の充実するのを感じた。それが当主とでも言うのであろうか。心臓のあたりが、痛がゆいような、むずむずする感じだった。ジョーエモンはそれを、合肢の血の叫びだというように思った。 午後四時近くになって、整理し終わった書類を包んでいると、妻が急ぎ足に来て、あの、母上様がお帰りでございます、と伝えた。ジョエモンは、えっと振り向いた。どうしたんだ出路は行き違いかいいえ、お供をして戻りました。ジョエモンはすぐに立って行った。ああ。 やはり自分の家が一番ですね。今へ座ると一緒に、老母はいかにもほっとしたように肩を落とした。六十二になるが、髪はまだたっぷりと黒いし、やや肥えた体つきの肌色もツヤツヤとしているのが、いつも落ち着いて微笑を含んだ顔出しとよく調和していた。ジョエモンは帰宅の祝いを述べてから、 昨日手紙を頼んであげたのですが、届きませんでしたかああ、拝見しましたよ。清恵女は、おっとりとうなずいた。では、もうご承知でしょうが、ここへはいつ庄内藩の兵が攻め込んでくるかもしれません。それで、老人や女子供は、明朝ここを立ちのくことに決まっているのです。そういうお手紙でしたね。 呂は、ことも投げに行った。半同寺でもその評判で、このままこちらにいるようにと、せっかく勧めてくれましたよ。けれども私は、お仏壇を守らなければと思いましてね。仏壇は閉めましたし、お威灰は持っていくように進みました。今宵のうちに馬の用意ができますから、妙長は、竜や子供たちとご一緒に、 お立ちのきください。お仏壇を締めなすったのですかそれはいけませんね。上右衛門の言葉は聞き流して、老母は次の間にいる嫁へ声をかけた。龍さん、お祝いはを包んだそうですが、出しておくれでないか。はい、ですが母上様。あなたは心配しなくともようございますよ。 おいはいをそう軽々しく仏壇からお移し申してはいけません。とべ家は何百年という長いことこの土地に住み、ご先祖は皆この家で仏におなりなすった。どの仏様もこの土地とこの家とについておいでなさるのです。どんなことがあっても、それだけは私がお守り申します。心配はいりませんから、 出してください。微笑を称たたえた、いつもの穏やかな調子だった。竜は夫を見た。そして、ジョエモンが目でうなずくのを見て、遺灰の包みを取り出してきた。母上は、お立ちの気ださるのでしょうね。ジョエモンが確かめるように聞いた。私ですかそうですね。 昨日は静かに立った。立ち向いても良いけれど、せっかく帰ってきたばかりだから、少し様子を見てからにしましょうか。しかし、庄内軍は山一つ向こうまで来ているのです。明日のことさえ難しいのですから。そんなに近くまで来ているのですか。それはうっかりしてはいられませんね、と言いながら、けれども別に、 驚いた様子もなく、嫁の取り出した遺灰を持って、静かに仏前入っていった。ミオや、竹帽子と布巾を持っておいで。仏壇の掃除をするのであろう。竜は急いで立とうとしたが、ジョエモンはそれを遮った。お好きなように押させ申すがいい。それより支度はもうできたのか。はい。 もう子供たちの着るものを包むだけでございます。様子によっては、今宵のうちにも立ち抜かなければならんかもしれん。二食分くらいの用意もしておくはよいな。はい、そういたします。竜は仏間に心を残しながら立った。老ボは仏壇の掃除をしていた。そばには次男の仙吉が、 久方ぶりの祖母が珍しいのであろう。嬉しそうに袖へまつわりついて離れなかった。そして姉のミ代が向こうから制するのも聞かず、おばば様、安藤寺の赤ん坊は男なの女なのなどと問いかける。清い女はうるさがりもせず、もう何度も繰り返している答えをまたしても繰り返すのだった。 んー、男か。名前は何て言うの僕だっておかしな名前だな。でも、半藤寺じゃ武士じゃないからな。そうでしょ、おばば様、ま。うちは豪士で侍なんだから、千吉は切腹の仕方を知っているんですものね、おばば様、ま。そうですとも、千吉は武士の子ですよ。さ、おいはいをお納めするから。 ちょっとこの袖を離しておくれ。位牌をすっかり元のように収めると、灯明をあげ、甲を焚いた。それが終わると、ようやく落ち着いた様子で。では、土産をあげますから、みんなおばばの部屋へおいでなさい。そう言って、再び今へ戻っていった。金之助も美代もそこへ呼ばれた。 どんな土産が配られたのだろう。やがてその今からは、三人の喜びにあふれた叫びや笑い声が、緊迫した家の空気とは、およそ縁の遠い、平和な明るい調子で響いてきた。竜は、幾間か隔たったところで、子供たちの当座の衣類をまとめていたが、その喜びの声を聞いて、ふと手を止め、見失っていたものを、 取り戻してもしたように、じっとその賑やかな声に聞き入るのだった。本当にそれは、見失っていたものを取り戻した感じだった。戦が身近に迫ったこの10日ほどは、みんな背から追われるような落ち着かない気持ちで、今にも敵が侵入するか、矢玉の音が聞こえはしないかと、食事の間にもふと橋を止めたり、 夜半の風に飛び起きたりした。東下をいくら明るくしても、部屋部屋のどこやらに、しんとした闇が広がり、みんなともすれば一間に集まって、息を潜めているという風だった。それが今は、すっかり元へ帰った。家の中がにわかに明るくなったようだし、話し声、笑い声が、そこにもここにも聞こえる。 子供たちは言うまでもなく、雇い人たちまでが元気になって、誰の顔も不思議に生き生きとしてきた。久しぶりで賑やかな夕食の禅を囲みながら、竜はその原因が何であるかにすぐ思い当たった。家の中を明るくし、人々を元気にしたのは、母が帰ってきたからである。いや。 母が帰ってきたからというよりも、帰ってきた母の態度の影響に違いない。清衛女の様子は、54日前に半藤寺へ出かけて行った時と少しも変わらなかった。なごやかに微笑を含んだ顔も、おっとりとした柔らかい眼差しも、静かな立ち居も、すべてが平常の通りである。 山一つ向こうへ敵が迫って、いつ戦火が頭上へ降りかかるかもしれない切迫した事情などは、まるでどこにも感じられない。平和な、いつもの通りの老母だった。けれど、母親は事情をよくご承知なのかしらんご承知の上で、あのように落ち着いていらっしゃるのかしらん。は、 母の本当の気持ちを察し兼ね、みんなの元気に笑いさざめく様を、なんとなく心もとない感じで見守っていた。どうしてなのねえ。幼い千吉は、まるで祖母を独り占めにして、さっきからしきりに何か通求していた。救援女は食後の茶をすりながら、根気よくいつまでも相手になってやっていた。 どうしてってここはご先祖様から伝わった土地ですからね。この家も遠いご先祖様の時代からずっと伝わっている家ですから、もしも敵が攻めてくるとしたら、この土地や家を守るのが当たり前でしょでもそれは父上や七郎子たちや村の男の人たちが戦うからいいでしょお母様や千吉や姉上は、 戦の邪魔になるから、背が見へ立ち抜くんですって。どこの家でも、女や子供やおばば様たちは、立ち抜くんですよ。それはそうですとも、老母はにこやかにうなずいた。戦の邪魔になるようなものは、立ち抜かなくてはいけませんからね。それが本当ですよ。じゃあ、おばば様だって同じでしょ おばば様だって、お年寄りですもの。それはそうです。おばばというくらいですからね。でも、おばばは年寄りでも、戦の邪魔にはなりません。どうして邪魔にならないのそれは、おばばが武士の娘だったからですよ。千吉だって切腹の仕方を知っているでしょ武家に生まれたものは、男でも女でも、 七歳になれば自害の仕方を覚えなければならない。それはいざという場合に見苦しい死にざまをしないためでもあり、戦になって敵に向かってもうろたえない覚悟を決めるためです。おばばはそういう風に育ってきましたから、決して戦の邪魔になるようなことはないのですよ。それなら戦吉だって、と幼い彼は、 肩を突き上げた。ねえ、千吉だって戦の邪魔にはなりませんよ。邪魔にならなければ、ここへ残ってもいいのでしょうそれだけではまだいけませんね。邪魔にならないだけなら、残っていても仕方がありませんから。じゃあどうすればいいのねえ、おばば様、ま、どうすれば、おばば様とご一緒に残っていいのそらそら。 どうやら、おめめがトロンとおなりだ。老母は笑いながら言った。もう新庄へおいでなさい。そして、どうしたら残ってもいいか、ご自分で考えてごらん。さ、行っておやすみ。この問答を聞いている間に、長男金之助の顔つきが、厳しく変わっていくのを、竜は認めた。 娘のミオも何やら思い詰めているらしかった。母の言葉は淡々としていたが、リュウもその中から数々の意味を受け取ったのである。母上は夫の手紙を読んだために帰っていらしたのだ。散布の世話がいらなくなったからでもなく、暑さが去ったからでもない。夫の手紙を読んで、 クワクビが戦火にさらされると知り、この家を、この土地を守るために帰っていらしたのだ。そう気づいた時、リウは目が覚めたようにハッとした。年寄りや女子供は避難する。そういう取り決めに少しも疑いを持たなかった自分と、あえて戦火の中へ帰ってきた母の気持ちと、 二つの隔たりのなんと大きいことだろう。武家に生まれた者は、男も女も、七歳で自害の仕方を教えられる。いざというとき、見苦しい死にざまをしないため、戦に望んで、うろたえぬ覚悟を決めるために。母はそう言った。それは龍も無論知っていることだった。 子供たちもそう教育してきた。それにもかかわらず、戦火を逃れようとしたのはなぜだろう。祖先から伝えられた土地が、家が、まさに陛下に焼かれようとしているのである。たとえ武士でなくとも、郷土の恩を知る者は踏みとどまって戦うのが当然ではないか。自分たちを育ててくれた土地、 祖先の墳墓のある土地を守るのに、男女の別も、牢様の差もあるわけがない。こんな分かりきったことに、どうして気がつかなかったのだろう。竜は立然と身を震わせた。それを出してどうするのだ。夫の声が聞こえたので、竜はふと階層から我に帰った。もう夜の十時頃で。 辺りはひっそりと寝静まっている。夫の声は子供たちの心情から聞こえてきた。私は残ります。金之助の声だった。みやも、おばば様と残ります。娘の思い詰めたような声もそれに続いた。竜は息を飲んだ。そしてそのまましばらくは何の音もしなかったが、 やがて、そうか、という夫の声が聞こえた。竜はほっとして、我知らず微笑を浮かべた。みんな残ると言い出した。そう言いながら上右衛門が龍の部屋へ入ってきた。金之助は搬送などを取り出している。美桜もどうやら言うことを聞きそうがないぞ。 先吉でさえあの通りですから。竜は夫を見上げてそっと笑った。私も母上様にお恥ずかしくてなりませんですよ。一時でも立ちのこうと考えたりいたしまして。お前までが同じことを言い出すのか。平常の覚悟というものも、深く深く反省するように竜は言った。 なかなか実際の場合には、生かしにくいものでございますね。いざという時には、こうと思いながら、そのいざが、ここだと見極めることができないで、ついすると平常の覚悟を見失ってしまいます。心の持ち方ほど大切なものはないと、今度こそ身に染みて悟りました。ではお前も、ジョエモンが微笑しながら言った。 死人装束でも用意しておっか。いいえ、何ぎなたの支度をいたしますよ。そういう竜の顔つきは、五つも六つも若くなったような、つやつやとした血色を張っていた。ジョエモンは何も言わず、大きくうなずきながら、自分の今の方へ去っていった。明くるい朝早く、東の神経から、 立ち抜きの用意ができたからと、誘いの者が来た。その時前庭では、金之助と美代が弓矢や槍を取り広げており、幼い千吉までが搬送を持ち出して力んでいた。うちでは、おばばが帰ってきたので、上右衛門が真剣の者にそう挨拶した。子供までがここに残ることになった。 こちらには構わず立ち抜いてくれと伝えてくれ。使いの者は呆れた様子で立ち去った。続いて西の家からも人が来たし、主だった家々から次々と立ち抜きを促してきた。そして戸部では老母をはじめ全家族が残るということがたちまち村全体へ伝わって、 そこここに大きな反響を呼び起こした。東の神経でまず、それなら自分の家でも残る、と言い出した。親類にあたる家々は皆そう決めた。それが波紋の広がるように、クワクビの隅々まで広まってゆき、すでに避難を済ませた数家族を除いたほとんど全村の者が、クワクビを守ろう。 将内軍と一戦しようと言い、一つの強い威力のもとに踏みとどまった。ちょうど清運上が帰った夜の、戸部家の食前のように、活気のある明るい、そして不屈な空気が、くわくびの村にみなぎり渡った。その日の黄昏前に、村の南東にある柵の外へ、 将内軍の前将兵と思える者が近づいてきた。女や子供や老人たちまでが、薙刀を持ち、竹槍を持って、厳しく柵を固めている様を見ると、うかつには手が出せぬと見たものであろう。そっと控えしていったまま、ついに再び姿を見せなかった。四日五日とこともなくたって、久保田城へ援軍が入った。 庄内軍は負け戦で退却している。そういう知らせが来た。村人たちは一斉に観光の声を上げ、主演を設けて祝いあったが、飛ぶ家では平常通りで、格別祝いの酒も出すことはなかった。老母清江があまり平然として何があったかという様子をしていたため、改めて祝い振る舞いなどをする機会が、 なかったのである。海の母上ではあるが、と上へもは、しみじみと十回するように言った。あの落ち着いたご様子には、本当に頭が下がった。戦火を目の前にしても、眉一つ動かさず、無事に収まっても格別、お嬉しい様子もない。あれが、不退転というものだろう。女には稀な性質だ。 私は、女だからこそと存じました。女なればこそ、私たちも、あのお覚悟を学ばなければと存じます。それはどういう意味だ竜はじっと目を伏せたまま、夫の問いには答えなかった。それは、答えるべきことではなかったから。口で言うよりも、 身をもって行うべきことだと悟っていたからである。上位門も,も重ねては引かず、思いを潜めた妻の顔を、愛情のこもった目でじっと見守っていた。